リベンジ版タイガーファンディング。失礼します。あ、こんにちは、どうも。お疲れ様です。こんにちは。です。あ、岩井です。よろしくお願いします。はじめまして、モテキです。はい、お願いします。どうぞ、こちらに。ありがとうございます。はい、なんかお若い方ですね。いやいや、年齢は、あれですか、お秘密ですか。全然公開してるんですけど。あ、はい。いくつに見えますか。え、僕はまだ20代に見える。30いってない感じですよね。はい、28とか25歳。あ、若っ。ありがとうございます。やばい、俺らの半分いって25なんだ。25ですね。はい。え、いつから YouTube やってらっしゃるんですか。3、4年ぐらい前から。そうなんだ、はい。へえ。じゃあもう今はこの YouTube が生業ですか。そうですね。まあ、すごい。いえいえ、全然存じ上げなくて、はい、今回の件があるまでは。あ、はい、はい。新宿109、はいはい、これは渋谷109から来てるんですか。あ、若干そこから、はい、はい、はい。ちょっといくつか拝見したんですけど、はい、最近になってこういうことやってらっしゃるというよりも最初からこんな感じなんですか。基本、まあ、初期の方からシフトチェンジして、はい、この詐欺撲滅スタイルっていう、はい、活動をしますね。なるほど、はい。まあ、世の中にはびこるいろんな意味での詐欺を撲滅するために、はいはい、健三さんが立ち上がるみたいな感じですか。そうですね、はい。まあ、僕が首を掴んで、はい、トラブル解決するみたいなイメージと、 あとは動画を出すことによっての注意喚起を目的にやってます。はいはい、今チャンネル登録はどのぐらいいらっしゃるんですか。最近伸びてきて70万人なんですね。はい、じゃあそれだけのチャンネルになると、はい、逆に言えばそれを見てる人の中で被害者の方からの要は、まあ、タレコミというのか、はい、私こんな目に遭いましたとかも結構あるんですか。かなりありまして、今2人体制で返信対応してるんですけど、いやー、やっぱ間に合わないですね。あ、そうなんだ、はい。主にどんな詐欺があるんですか。まあ、メインはマルチ商法、はい、の中でもその法律違反を常習的に行ってる、まあ、僕が勝手に悪徳マルチって呼んでるんですけど、はい、まあ、そういう団体と、はい、あとはまあ個人の詐欺師だったり、はい、あと未払いトラブルとか、うん、あとは最近だと自動車業界の闇みたいなところ、うん、あ、なるほどね。タレコミが、なるほどね。令和の虎に対するタレコミは大丈夫ですか。全く来てません。全く来てません。本当ですか。はい、なるほど。さあ、まあ、これでね、今回、はい、ちょっと拝見した動画で、はい、正直僕もですね、びっくりして、はい、はい、ねえっていうところなんですけど、はい、まあ一応彼というふうに呼ばせていただきますけど、はいはい、これ少しね、ちゃんと教えていただきたいなっていうのはありますね。はい、はい、どんな感じでしたですか。タレコミが入ったのが、はい、もう2022年の多分夏とか秋頃なんですよね。1年以上前なんですね。そうですね、はい、はい、で、まあ、各被害者からツイッターで DM が来てる状況で、うん、まあ、住所もその犯人の住所も送られてきて、はい、いつ行こうかなと思いながら、まあでもいつでも行けるからとりあえず保留にしよっか、はあ、と思って、はい、温めておいたんですよ、はい。で、2023年の1月27日にその被害者を集めてグループ LINE を作るんですけど、はい、複数人いるんですね。そうですね、そのグループ LINE だと10人は超えてる状況ですね。はい、中には未成年もいる、はい、まあ、僕が実際未成年ですかって聞いて、はい、会ったりしてはいないんで、はい、まあ、あくまでも推測というか、うん、その被害者の自称未成年っていう情報なんですけど、うん、はい、その未成年もいるかもしれない。なるほど、はい。まあ、手口としては、はい、その調布あたりで集合して、うん、調布あたりの駅で集合して、はい、そこから自転車で迎えに来るらしいんですよ、彼は、はいはい。で、自転車で二血なり、まあ、一緒に歩いたりして、うん、彼の自宅に向かうらしいんですけど、うん、まあ、その自宅で、まあ、遠行なんで、はい、そういう約束の行為をして、まあ、後でお金払いますみたいな。で、そこから7時間ぐらいは家に拘束するらしいんですよね。ほう、はい、ほう、お金持ってあげるからって釣り上げといて、これ性癖なんで何とも言えないんですけど、ちょっと異常なコプレイをさせたりして、はい、結局行為後ちょっと ATM にお金引き下ろしに行くから一緒に行かないみたいな、うん、で自転車で二血で向かったりするんですけど、はいはい、向かってる途中に
後ろの女の子を突き飛ばして、はあ、自分だけ逃げたりっていうのが情報として来てます。いやなんかね、今聞いただけでも、はい、ちょっとびっくりするのは、はい、もし同じことをね、まあ、はい、悪意があってやろうとしても、例えばラブホに行って、はい、ねして、それでどっかで逃げたら、はい、なかなかに証拠ってつかめないじゃないですか。そうですね。自宅に行くでしょ。そうなんですよ。それがヤバすぎない。はい。だってその当事者の彼女たちは全部わかるわけですよ、はい、それが。そうですね。何を考えてるんやろ。後々わかることなのに、はい、悪いことして、はあ、こうやってめくれちゃってるんで。はあ。その被害に遭った人たちはみんな同じ住所を言ってる感じなんですかね。そうですね、うん、はあ。で青い自転車が止まってるって言って、とは当然のことながら、その人たちからはあのタレコミがそれぞれにあったからこそつながってるわけですよね。そうですね、はい、すごいな。何かのことでちょっと YouTube で触れたりはしたことがあるんですか、今までに。彼のことについては突撃の動画以外は触れたことないです。ないんですか。はい。なのにそれだけの子がタレコミが来てるって、もしかしたらもっといるかもしれませんね。そうですね、まあ、もしかしたら、ね、はい。だってそういう子たちが全員健三さんの YouTube チャンネル見てるはずもないじゃないですか。はい。ねえ、はい、そのタレコミっていうのは動画が流れた後も追加できてるんですか。動画が流れた後はちょっと覚えがないんですけど、はい、それまでは来てて、まあその中の情報では6年7年前からやってましたよという情報もあったので、まあ10人で済まないだろうなとは勝手に思ってます。うん、変な話、はい、それだけの数がいると信憑性が高いと思いつつ、はい、まあ、本当にそういうふうになことをされたのかどうかっていうところの、はい、は証言以外は何かあるんですか。証言以外は、はい、録音が一つあるのと、はい、まあ、あとは住所を知ってるから信憑性が高まったという、うん、ことぐらいで、うん、録音はそうですね、ちょっと説明が難しい。ざっくり言うと、その録音の中身ってどんな感じなんですか。彼の声も入ってるんですか。もちろん。そうですね。ちょっと聞いてみます、今。はい。いいんですかね。まあ、実際、ピースとして、はい、はい。はい。まあ、私と茂木さんは多分それが彼の音声だか分かりますよね。はい。はい。はい、この録音が、その被害者女性が、大丈夫ですか。被害者女性が彼の自宅にいる中で回した、はいはい、録音で、はい、まあ、最後体調悪いっていう嘘をついて出てくるところですね、うん、100% とまで言えないけど似てるっていう、まあ、彼の声だろうなとは普通に思いますね、はい、まあ、顔録画とかがあるわけじゃないんで、はい、100% って断言はしづらいんですけど、うん、まあ、この情報をもとに、まあ、突撃しに行ってっていう、はい、あの突撃動画は僕はあの一部始終全部拝見したんですけど、はい、あれ以降は何か動きはないんですか。動きはないんですけど、うん、あれ動画外でも現地撮ってはいたんですよね、はい、その証拠は撮ってないんですけど、はい、あなたどこどこの住所に住んでますよねって言って確認取ったら、はい、そうですっていう発言と、はい、青い自転車、マウンテンバイク、うん、青いマウンテンバイクが家に泊まってますよね、うん、まあ、そういうのを女性被害者女性から聞いてたので、うん、まあ、そこも確認取ったら、あ、泊まってますよみたいな感じもあったので、うん、なんかこういうことで今このぐらいの、はい、まあ、証拠で例えばですよ、はい、健三さんが警察に行って、はい、まあ、こういうね、まあ、タレコミもあるしこんなこともあるんですって言ってもやっぱり警察は動かないんですかね。動かないですね、まあ、うん、結局現行犯じゃないっていうのと、はい、やっぱり被害者女性も、はい、そのやってることは買収行為なんで、うん、その捕まると、はい、そこまでのリスクを持って被害届を出しに行くと警察に相談行くっていう行為は取らないですね、うん、そっか、はい、そうだね。なんでお互い悪いとは思ってるんですけど、はい、まあ、その上でも約束のお金払わないのはちょっとどうなのかなっていうので、うん、突撃とあと未成年を買ってるっていう、まあ、噂程度なんですけど、はい、もしそれが本当だったら本当にやめた方がいいと、はいはい、回収自体も違法だとは思ってるんで、うん、まあ、それは研究すべきなんじゃないかなと思って、うん、本当にたまたま、うん、レペゼンフォックスの
その炎上万博の控え室にいたので、はい、あれじゃあ偶然だったんですか。本当に奇跡、あ偶然です。そうなんだ、びっくりしたんですよね自分も。へえ。たまたまなんか誰かについていったらいたんですよね。そうですね。それは変な話、彼に実際一度も会ってないわけじゃないですか。はい。令和の虎を見て彼の顔と一致したの。そうですね。あ令和の虎さんの YouTube と。はい。そうですね。あ、そっか。これも記者として働いてるのか、うん。はい。なるほど。まあ要は被害届が出ないと警察としても動きようがないけど、はい、おそらく被害届はこれ出さないですよね。出さないと思います。ですよね。はい、なので、うん、まあまあ本当にそういうことがあったかどうかっていうのはまあ真相はあるし闇の中のまま多分、はい、まああの動画が出ることで、はい、まあ、今後の動きに成分がかかるみたいなことですよね。はい。はい、だからまあまあ法的にどうこうこうこうっていうことよりも、うん、まあそうはモラル的なところ、うんうん、まあ、これここまで聞くと僕らがこの動画を出すことも意味がありますよね。そうですね。はい、はい、こういうことによって彼が今までのことをまあ食えるかどうか知らんですよ。だけど抑止力にはなるよねこれ。はい、うん、そうですね。健三さんのやってることって最終的に何か法的に誰かが罰せられるっていう場合もあるんだろうけども、はい、そうじゃなくても今聞いてると今後のその人間の、まあ、悪事みたいなものの抑止力にはなるってことですよね。はい、うん、そのつもりで言ってます、うん、なるほど。なんかな今更ですけど、はい、なんでそういうことやりたくなったの。僕が YouTube 始めた時最初、はい、その会社の同僚を誘って3人で始めたんですけど、はい、まあ、すぐ2人が辞めちゃって、うん、1人で撮影する時、まあ、どうやってどういうジャンルだったら撮りやすいかなと思って、うん、マルチの潜入なら面白いなっていうところから始まりました、うん、でマルチの潜入実際引っかかっていって、うんうん、そのある程度再生が取れたんで、うん、あこの闇暴き系みたいなのがいいんじゃないかなってことで、まあ、だんだん度胸あるよね。いやいやもう一回一回やっぱりなんかこう緊張するでしょ。あもう最初はすごい緊張して、まあ、本当に殺されるんじゃないかなっていう、いつか殺されるんじゃないかなっていうので、まあ、今もそれはあるんですけど最初はもうドキドキでしたね。なるほど。だってカメラ回しながら行くんでしょ。はい、それ隠しカメラじゃないもんね。そうですね。すごい、すごいですよね。完全にこうやって分析してますからね。何台もスマホをはたかれましたよ、うん、あそう、はい、逆に向こうから訴えられてきたりみたいなことってあるんですよ。内容証明が1回来たぐらいで、はい、まあその時は僕も度胸なかったのと、はい、お金もなかったのと、はい、その知識もなかったので、うん、そのちょっとビビっちゃって、うん、あの内容証明の通り示談で済ませて、はい、動画消したっていう過去はあります。なるほどね。今さらに強気になってるの。今はもう、はい、内容証明ぐらいじゃかかってこいよってぐらいなんですけど、あむしろその訴えられたら訴えられたらその過程も動画にしちゃおうと思ってる、うん、なるほどね、感じです。まあでもね、向こうも多分そのすねに傷じゃないですけど、はい、ちょっとあんまり大ごとにしてもっていうところあるから多分返してこないんでしょうね。はい、はい、あなのでそれ以外は本当にそれがもう3年ぐらい前の話なんですけど、はい、それ以外は一切来てないです、うん、まあ簡単に言えば向こうが悪いことしてるから行ってこれないって話だよねきっと。だと思います。だと思いますね。で今回の彼からはアクションはない。一切ないです。一切ない、はい、あいやでもさ、こういうことを仮にやってるやつが堂々となんかね、令和の虎とかに出てくる神経がすごくないですか。すごいですね、まあ、やってたとしたらすごいです、ね、でしょ。だってそういう子たちも見るわけじゃないですか。はい、だったら今度うちの方にそういう垂れ込みがあってもおかしくないですよね。あそうですね。やっぱ神経わかんない。この2つ、あの自分の家に連れ込むっていう神経と、はい、こういうものに出てしまう神経がやっぱりちょっと常人ではないのかもしれないよね。普通だったらリスクヘッジで顔出しはやめようってなると思うんですけど、はい、そうですよね。顔出ししちゃうっていう、はい、まあこれはやっぱりあの なんていうかな健三さんの言うことをね 100% 信じるかどうかっていうのは別なんだけど、はい、やっぱり状況としてこれだけのことがあって今の録音も聞いた中では我々としてはそれを無視して、
まあエンタメだから面白いからいいだろうっつって流すわけには僕はいかないって思ってます、うん、どうですか茂木さん、僕も全く同じ意見です、はいはい、まあ唯一あるとすれば、はい、これがもし本当に事実無根なんであると、はい、いうことであれば彼は正々堂々と反論をしてくるなり、はい、そうですね、もっと逆に大ごとにすべきだと思います、はい、じゃないとこのままで終わっちゃうと、はい、彼は非常に怪しい人で終わっちゃうので、はい、そうじゃないんであればしっかり、うんうん、説明も欲しいし、そう、俺事実無根ならば名誉毀損であなたを訴えればいいってことだよね、そうですね、はい、そうだよね、はい、そうなんです、うん、逆に僕はそこまで彼がやってくるんだったら、はい、もうきっちり話も聞きたいし、そうですね、うん、とは思っていて、はい、うん、それをお待ちしたいぐらいですね、はい、はい、なるほど、はい、分かりました、うん、なんか今日急に呼び出した時点ですいませんでした、いやいや、はい、終わりです、終わりです、いえいえ、100万人行ってくださいなんか YouTube のアナリティクスに、はい、その視聴者がこの人の YouTube も見てますっていう欄に、はい、平和の虎さんの動画も出てるんで、はい、ご親和性あるんだ、ご親和性あるんですね、はい、ある種のリアリティショーってとこではこう、ショーじゃないですけど、はいはい、いやーなんかでもいろんなやつおるな、やっぱりすごいっすねいやいやいや俺ちょっと次回から志願者決めるときに健三さんに連絡しようかな、誰か見ないですかっていやー多分ないと思う珍しいな、あーねー本当に、まあでも本当にこれがね事実ならっていう仮定のもとにですけど、そうですね、はい、なんとかしないとまずいね、あれはね、はい、はい、でも分からないですよね、こうやって会ってて人が裏で何してるかっていうのは、まあそれは分からない、分からないです、うん、僕本当に強いって思い込んじゃったからねあらだら、はい、まあ、もうほぼネタバレしてますね、はい、いや本当に今日はありがとうございました、ありがとうございます。